片山良平です。今日よろしくお願いします。今日は今彼女肩ラインぐらいの長さなんですけれども、グラデーションで重なるように切っていくので、ここに耳のちょい下ぐらいにウエイトが来るように切っていきます。今回は彼女ちょっと顎ラインぐらいで切りたいので、顎ラインぐらいのラインで斜めにカットしていきます。で、右側の方がもともとちょっと毛流的に生え癖がちょっと強いので、ここ切ってしまうとちょっとこうメンズっぽくなってしまうので、量感は基本的にはバイアススライスで取っていくことによって、表面の方のにパシャッとした毛が出ないように。前髪のカットも今彼女の髪質上ちょっと こちら側が跳ねてるので、今だとまだここの分け目の部分に角が残っているので、ここはしっかり取っていきます。ドライではもうほとんど取らないんですけれども、右と左でちょっと違う部分、生え癖等で変わってくる部分を、量感調節をすると彼女の髪質だともともと結構ウエイトって言って膨らみ部分が結構これだけ上がってきてるので、でスタイリング剤もセット力が高いと広がりってしまうので、今回はロレッタの 2.5 番、前髪は手にこの余ったワックスを毛先から、今日彼女初めてこれぐらい短くカットしたんですけど、収まりも良くて、で結構癖とかもちょうどよく広がりを抑えることができたので、すごいバランスいいんじゃないかなと思ってます。ぜひ参考にしてみてください。